ヨーロッパ動物園、水族館協会は、ヨーロッパの動物園、水族館コミュニティのための組織であり、41カ国の340以上の組織が加盟している。ヨーロッパ絶滅危惧種計画を運営している。エアザは、ヨーロッパのすべての動物園、水族館のために設立され、基準を設けている。現在、加盟組織が存在する国は、オーストリア、ベルギー、クロアチア、 チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、カザフスタン、クウェート、ラトビア、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、アメリカ、イギリス。教会の使命は、 さらに地域内の計画を集め、野生動物保護を行うための協力を促進することであり、主にヨーロッパ絶滅危惧種計画のような野生動物の繁殖プログラムの調整を行っている。また、教育活動やヨーロッパ連合、欧州議会、欧州理事会などへの助言も促進している。エアザは2014年時点でヨーロッパの資金援助を受けていない。 2004年、エアザは陸亀、亀を守る、シェルショックという組織を設立した。そのマスコットはオスカーザ・タートルであり、最初の年には25万ユーロを集めた。ありがとうございます。